オースミレのチャンピオン、ドメンゲンです。はい、対戦見つかりました。無理だよ。無理だって、こんなの。助けて。そういうことされたらさ。誰も生き残らないから、そんなことされちゃったら。消化試合だよ。いや、これ、いや、でも待って。オッケー、目標は1匹倒すことにしよう。いや、これ1匹倒せたら相当すごいぞ。だって素早さ素で負けてんだもん。普通お相手大魔切ってね、第3打3回やって勝ちなんだもん。普通に考えたらね。そうさせなかったら、1匹倒せたらこっちの勝ちってことにしよう。いや、勝手にしろって話だけど、僕はそういう心構えで挑むわ。じゃあ、今回はね。ボルトチェンジとか打ってるだけでもお相手めっちゃ楽しそうだもんな。いいな。とはいえできることはある。ちゃんとある。イヴァンウッウ行くか。タスキウッウ、イヴァンウッウ先行って相手捨てろとかないしね。こんな感じじゃない？イヴァン、タスキ。もうこうするしかない。対戦よろしくお願いします。よし、一体倒すぞ。一体。ロトも繰り出した。知っとるよ。そりゃそうだ。あ、ただフロストなんだ。お、まだ可能性あるんじゃないか、フロストなら。よし、よし、いいぞ。頑張ろう。まずこらえます。今回イヴァンウッウなんでね、先発。まずこらえる。すぐ大魔切ってる。すぐ終わらせてやるよ。楽にしてやると言わんばかりのその動き方。舐められたもんですね。それで勝てると思いか？いや、勝てるけどさ。多分。多分勝てるんだけど。いや、でも、これは一体持ってくっていう目標は、完遂できるかもしれない。まずこらえる。大魔したところにこらえるはお相手も嫌でしょう。これはね、まずされたくない動きだと思う。大アイス、うわうまい。第3打じゃないんか。これ素で耐えたりしない？いやー、耐えたりしないか。いや、強。いやー、こらえるが意味ない。これなんもできんわ。命の玉か。いやー、玉なのさすがだな。なるほど。そらなんもできんわね。とはいえ、一応、ここ、タスキを出して、波乗りすることで、返しで、一応、ピカチュウは投げ返せるんだよな。でも、電気タイプだから、まひんないんだよね。もう、どうやったら勝てんだ、これ。暴風混乱ぐらいしか勝ち筋ないね。そこ頼るとすれば。暴風するか、もう。勝ち筋手繰り寄せるならこっちだよな。はい。これで混乱してくれたらでかいぞ。ああ。短い夢だったな。くそ。悔しい。大アイス、わあ、弾じゃなければ多分大アイス耐えてたんじゃないかな、素で。どうだろう。うっうって特殊耐久の方、物理耐久ペラペラなんですけど、特殊耐久は一応ある程度あるんですよね。ないけどね。ないけどあるんですよ。いや、とはいえ、それされちゃったらおしめよう。商売上がったりよ、こっちとら。まあでもここは大ボールをして、大魔が終わったところに大ストリームで返す。そうでしょう。こっちがやるべきことは。いや、普通に弾10万ボルト、大魔込みでも耐えない気がするけどね。一応エレキフィールドの、電気技 1.3 倍の効果はロトムが浮遊なので恩恵受けられてないんですけど、いや、それ抜きにしても単純に10万ボルトだけで十分足りてそうな気はするな。命の弾ってやっぱね、いい持ち物ですよね。ダイアイス、はい。そうはいかん。それだけはさせない。まあ、ここダイアイスしてくれてるんなら別にウォールじゃなくて、ストリームでよかったじゃんという気がしなくもないですが、まあ、第3打打たれてる可能性もあったわけだしな。はい、じゃあ大ストリームいきます。一体持ってく。いや、これでも、CS とかなんじゃないの？このロトム。結構頑張れ。いやー、結構入ると思ったんだけどな。足りないか。ロトム、気合で一発耐えられないか。吹雪なんで、マジ、おう、なんか一匹突破した、やった。なぜか、そんなことあるんだ。普通に目標達成じゃん。よしよしよし、いいぞ。これで3ターンだ。今こっち終わったよね。これで終わったから、いや、まあまあ、でも1体倒せたのすごいんじゃない？なぜ10万ボルトしなかったかは分からんけど。なんで吹雪なんだ、本当に。はい、ロトム知ってるよ。ウォッシュロトム。絶望のウォッシュロトム。それされちゃどうしようもないんですけども、一応できることが、こっちにもあるのよ。やれることはやろう。こらえます。はい、こらえて、
で、トリック いや、やりたかったことがとことん奪われていく。イワンの身取らないで。そりゃそうなるよな。そうだよね。スカーフウが誕生してしまった。これはマジでどうしようもない。いや、思ったより火力は出てるけどね。いや、偉いけど、まあ 1.5 体持ってったよ。偉いよ、頑張った。う当初の目標は達成しましたからね。いや、しかし初手ダイアイスにはだいぶ、いや、まあなんか確かにね、よく考えればそうなんだけど、そうするのが正解なんだけど、あー、なんかうわーってなっちゃったな。いや、でもまあ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 、僕の心の中ではもう、うわ、頑張った、はい、金メダルあげます、心の中で。はい、対戦手見つかりました、よろしくお願いします。いや、なんか愛を感じるよ。なぜか下2体ね、クロバットとファイアローをこう申し訳程度に入れてますけど、ミミロップだけだと格闘タイプウーラオスとかで積んじゃうからっていう感じで多分入れたんだと思う。いや、いいよいいよ、そういうちゃんと勝つためのこだわりも大事ですからね。いや、とはいえ負けたくないね。久々に弱点を分かりやすく疲れない相手が出てきたので、いや、これは上から攻撃されまくって大ロックとかねで削られてそのまま負けみたいなパターンも少なそうだし、いや、相当戦いやすい。先発タスキウから入って相手に麻痺与えてから耐久ウではめに行くのが一番強い気がする。わかんないけどね。いや、ただ待てよ、バトンするタイプのミミロップ止める術なくね。バトンミミロップどう止めんの。耐久上がりまくったミミロップどうしようもないな。ラス1スカーフウかな。一応これでクロバットとかファイアローの不意をついて勝てる可能性がある。全体的にお相手こっちより上ですからね、素早さが。スカーフは十分意味があると思う。これでよろしくお願いします。ミミロップ、なるほど。いいと思います。さあ、こっちのタスキウと、ミミロップ何してくるんだろう。一番嫌なのは、猫騙しですね。まあ、それじゃなければ何でもって感じ。何でもいいんだけど。まあでもここは波乗りから入ります。電磁波。ほー。はいはいはい。じゃあある程度、こう、起点作成というか、うん、割とこう、先発適性のあるミミロップを連れてきたよという感じなのかもしれませんね。はい。あ、ただ思ったより波乗りも入ります。サシカマスをもらって、お相手ここ、もっかいなんか、変化技っていう可能性高そうですよね。波乗りじゃなくて、暴風に切り替えたら持ってけそうな気がするから、ここ暴風にしよっか。多分殴ってもらえないと思うな。つぶらな瞳。あ、暇してる。これは A 下げるんですけど、相手にとっては特に意味ないですからね。起点作成にね、だいぶ暇してるみたいです。あー、耐えるんかい。持ってきると思ったのに、まあ乱数がちょっと低かったかな。ローキック。はあはあ、なるほどなるほど。まあ、これで、あれですからね、差しかます吐き出した状態で終わってしまうんで。で、問題はですよ、これで散々素早さを下げた後にお相手がミミロップで何するか。まあ、コスモパワーバトンだと僕は見てるんですけどね、どうかな。というか正直コスモパワーバトンされるにあたって、阻止する方法がこのパーティーないんだよな、ミミロップ。まあ、コスモパワーだと思うんだよね。これだけしっかり起点作成しに来たってことは、普通のアタッカーここで出すわけないよな。変化技から入ってくる。いやー、コスモパワー積まれる前にダイストリームで無理やり押し切りにかかるか。それしか思いつかないなー。波乗りしたところで相手から攻撃してもらえなかったら、お相手コスモパワー積むだけ積んで交代ってできちゃうからな。ここでウノミサイルはあまり機能しない。いや、ダイストリーム行こう。うん、ここは自分の関心じます。お相手もだ、今なんだ。わからん。こんだけ起点作成した後に大魔なんか。何ミミロップだ、それ。まあでもある意味大魔して正解だった可能性はありますね。まあどうだろう。一発、相手が大サンダーとか持ってなくて、一発耐えることがちゃんとできれば、まあお相手の大魔もしっかり枯らしきって、今後の展開割と有利にっていうのはね、全然ありそうな話ですけど。割とお相手起点作成要因のね、ミミロップちょっともったいない使い方したみたいなんで、いや、こっから、いや、第3弾あるんか。いや、それはどうしようもないな。それはな、どうしようもないんですよね。これは、もう、こっから解決策がない。いやー、これ、イヴァンウッでこのミミロップ止められたらいいんだけど、スカーフウッ持ってきちゃったな。じゃあ、あと暴風混乱か、勝ち筋としては。いや、まあ、
あるだけ十分か、勝ち筋。もしくは霊火で氷狙うのもまあ良かったかもしれないけどね。暴風、まあダメージ的にこっちの方が出るもんね。お、いやいいぞ、まだあるまだある、頑張ってくれ。まだこれ繋いだのでかいで、めちゃめちゃズルだけど、僕これよくサンダーにされて多いってなるけど、今日ばかりはこの暴風混乱に感謝する。まだあるぞ、まだある、まだ僕のセイムビートは終わらないわ、止まらないわ、終わらない、逆になっちゃった。いやー倒されるか。いやでも次自分攻撃してくれたらまだある。さすがに雷パンチ覚えてるミミロップは1体でしょ、うん、2体も用意できないと思う。いやここはもう波乗り行くしかないよな。お相手が動けたらもうそもそも負けだし、身代わりっていう手もまああるっちゃあるけど、いやまあ波乗りかな。はい、頼む。いやー混乱解けた。いやーしゃあない、10万ボルト。あ、そっち、そういう特殊ミミロップなのか。いやーしてやられました。対戦ありがとうございました。できることはやった。はい、対戦よろしくお願いします。あーなるほど、これすごいな。10万ボルト持ってるサーナイトが何匹いるかだな、この中に。2匹3匹いそうですね。あの3匹は言い過ぎか、2匹ぐらいはちょっと覚悟しておいた方がいいな。それをどうかわしていくかですね。まあ、ただ持ち物持ってない状態の素の速さはね、こっちの方が上なんですけど、種族値としてはね。ただこっち結構純速で結構揃えてきてて、そんなにその最速にしてメリットないでしょ今回の大会と思ってたんだけど、めちゃめちゃあるなこの試合に関しては。だけどこの試合に限っては最速だったらだいぶ世界違ってたかもしれない。いやーこの大会で初めてちょっとそれを後悔してしまっているけど、いやでも最後にこのパーティーと当たれてよかったな。いやーもうなんかこの選出画面だけでなんか幸せだな、お腹いっぱいだけど。いや待て待て、締めにかかるのは早い。2番、あとスカーフか、2番もう1匹かなんだけど、どうしようか、ここ。いや、スカーフかな。唯一サナイトの上を絶対取れてるって確信が持てるスカーフのね、持っとくだけでだいぶでかい気がする。これで全抜きとかね、できたらかっこいいよね。よろしくお願いします。例えば10番ボルト持ってるサナイトをギリギリまで削ったけど、倒しきれなかったって時とかね。結構あのスカーフで最後削り取ってもう10万ボルト持ってるサーナイトこれ残りね残ってないよっていう状況に持ってけたりとか、なんかいろいろそういう場面が考えられるので、こうしてみました。波乗りいきます。電磁波、結構ウッウ見たら電磁波から入る方多いですね。なるほど。さて波乗りいけるかな。オッケーオッケー、偉いですね。サーナイトは結構特殊耐久があるので、どれくらい、半分くらい、あでも結構入る、えらいじゃん。ああ、急所か。これはラッキーでしたね。確定数これで変わった可能性あるね。まあでも波乗りでいいでしょう。サーナイト引っ込めた。削って引くのか。ちょっと不思議な出し方だな。体が締めて動けない。ぐわー、ここ波乗りで削れてたら相当でかかったぞ。まあ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 、言ってもしゃあないけどね。なるほど。なるほど。鬼、なんでどういうこと、うだぁ。いやー2ターン痺れてるけど、いやその鬼火は何なんだ、交換読みか、マジカルフレイム、あーなるほど、火力が下がってしまう、両受けってことか、こっちも引くと読んだのかな。うんうん、はい、まあでもこれで一旦お相手の防御下げて、でもう一回波乗りで差しかます加えるんで、一応ねこれサイクルとしてはこっち有利に入ってると思う。いや、ウが偉いのは、その、こういうね、火力をガンガン下げてくる相手でも、定数ダメージがね、別で入るのがすごい偉いですね。マジカルフレイム。もう完全に火力を落としにかかってるって感じですね。まあ、確かにあの、タスキを潰した後は、お相手も暇してるのかもしれないけど、でも、ちゃんとした有効打持ってないと、何回もね、ウノミサイルが連打できますから、ダメージレス的にはこっちが有利だぞ。いや、いいね。何回これマジカルフレイムされても、差しかます加え直せるの偉いな。で、あ、なんかあれかな、ウイの実とかフィラの実とかそういうやつですね、フィラの実。はい、いやまあじゃあ懲りずに波乗り。いやでもこうやって連打してて強い技持ってるっていうのがウの偉いとこだったりするかもしれない。置き土産もう相当起点作りにかかってるな。これもしかしたらあれか、身代わりとかできるサーナイト裏に持ってて、そこのためにも、どうなんだろう、こんだけ火力下げてって感じかな。なんかすごい麻痺させて、そっから
マジカルフレーム連打しててすごくこう用意周到って感じがしますよね。いやでも波乗りしかこっちはもうやることないんで押しますけど、なんだ瞑想とかか。いや大魔、なるほど、ご利用しに来たな。ここが大サンダー持ってるってことかな。うん、その可能性は十分ありますね。なるほどなるほど。さてここで大魔、大サンダーありますね。いやー非常に非常に苦しい展開。大サンダー一体持ってるだけで結構ね、もちろんうはやばいんですけど、ただもちろん今回は僕も過去のね試合から学んできてるんで、それだけでゲームが終わるようには組んでません。うまく決まってくれと願いつつ、一応僕の自慢の展開を今から押し付けに行こうと思います。イヴァンウッウですね。こらえてから上から波乗りもしくはダイビングをすることでサナイトにはかなり強く出られます。いいぞ、こらえます。これでお相手が命の玉なのも分かってるので、玉ダメをね回収できるのもいいですね。ここでね第3打、そう簡単には倒させんぞ。よし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 、こらえて次のターン2番の未発動なんですけど、これダイビングでいいかな。このターン波乗りしても大魔終わった後のダイビングでも多分そんなに火力変わんないし、多分一番考えるべきは、いやでもどうだろう、ここダイビングしちゃったらあれか、後ろのサーナイトにそのダイビングから出てくるターンに引かれる可能性があって、そうなると負けてしまう可能性があるのか。後ろのウーにダイジェットすれば別にその負け筋もないか。いやどうだろう、でも波乗りかなここ。いやちょっと迷ったけど、はい2番。いやでもここウォールっていう可能性もあったか。いやどうだろう、ウォールのことも考えたらここ波乗りじゃなくてダイビングでもよかったかな。いや結局正解がわからんけど、普通に第3打してくれてるなら多分これが正解です。よかったよかった。さてさてですよ、あここでピカチュウ返せるのが非常に偉くて、よしいいぞいいぞ。あとは結構ねスカーフのを選出した時に思い描いた展開にまさになってきましたね。こっちがウッウで最後のお掃除をするという展開。いやー作れたと思うけどねこれ。まあおそらく CS サーナイトなんで、これはダイジェットで余裕の一発だと思います。はい、ダイジェット140いきます。引っ込めた、なるほど、こっちに電磁波入れて、で次10万で勝ち切ろうっていう感じなのかな。いやもうそれは間に合いませんよ、こっちはもう全力で全力でダイジェットから入ります。よし勝ちが見えてきましたね。これはほぼほぼ勝ちだと思っていいと思う。頑張れウウ、最後にいい景色を見れそうですね。これどうだろうな、次一応大ウォールになる技持たせてきたんですけど、あちなみに羽休め持ってるのは実はミスです他の技を覚えさせようと思って忘れてた枠なんですけど、くしくもこの大ウォールがちょいちょいあって助かったという場面があって、まああれですね、災い転じてというやつなんですけども、これダイジェットで足りてるよな、さすがに大ウォールとかする必要ないよな。はい、一応大ウォールしてとかも考えたけど、うん十分ですね。よし対戦ありがとうございました。よしよしよし、最後の方なんか調子良かったな、意外と勝ち切れましたね。第3弾持ってる相手にしっかりこう対応できて終わったっていうのがすごく嬉しい。ありがとうございました。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。いやーどうでしたかね、すごい僕もこんなさポケモンを遊んだことなくて、いやなんかポケモンって無限に遊び方あるなってすごい思いましたね。この大会開いて本当良かったなと心から思いました。めっちゃ楽しかった、本当に楽しかった。いや最初はね、序盤の方はもうなんかロトム統一とかラプラス統一とかそういうもう当たった時点で負けみたいなパーティーも結構あって、あーってなってたんですけど、いや最後の方ちゃんと勝てたし、こう振り返って楽しい大会だったなというふうにやっぱ思いますね。皆さんのこうそれぞれの愛が感じられてすっげー楽しかった、本当にありがとうございました。パーティーの戦績としては10戦やって3勝7敗でしたね。いやまあ正直僕1勝をできればいいかなって、まあちょっと目標低すぎるかもしれないけどって思ってて、まあめちゃくちゃ頑張って5勝5敗ぐらいにいけたらベストだなと思ってたんですけど、まあちょうどその中間というか、まあ3勝7敗
といえばまあ、一応頑張るには頑張ったかなぐらいの結果だったと思います。まあでも、もっとこういう持ち物にすればよかったとか、こういう型を持ってくればよかったみたいなのは、戦ってて一切なかったですね。持ち物とか型はこれが、ベストだったかなというふうに思います。ちょっとプレイング面で怪しい部分がいくつかありましたね。やっぱ、の後ろにを控えさせてるっていう場面がなさすぎて、いや、いつものポケモンとね、皆さんが多分この画面で見てる以上に考えることが、ちょっと、いつもと違って非常に難しいゲームだったなって思いました。いや、特にその鵜のミサイルってちょっとこうパズル的な側面があるじゃないですか。なのでこうその辺の計算で、あれ次どっちが先制してもう一回加え直してこう4分の1入って定数ダメージがさらに入ってみたいなのね。そう、なんかそういう計算がこう途中からわかんなくなったりとかもしながら楽しみましてもらいました。いや、本当にね、この大会主催した身ですけれども、本当に皆さんのね、楽しいパーティーが見れて僕も嬉しかったです。本当に皆さんご参加ありがとうございました。ということでね、僕の仲間大会のね、セイムビートが止まらないという大会終わったんですけど、ちなみに、セイムビートが止まらないっていう大会名結構良くないですか？ちょっとエモくない？僕、大会名ちょっとね、分かりやすいのにするより、ちょっとこう、なんて言うんだろう、エモさを求めちゃう癖があるんですけど、どうですかね？僕は気に入ってます。まあ、という大会だったんですけれども、皆さん楽しんでいただけたでしょうか？どうでしたかね？まあ、こんな感じでちょいちょい仲間大会とか開催したりしてますし、普段はエマイナポケモンとかね、ちょっと変わった方のポケモンを、動画でご紹介したりしています。とかね、マイナーポケモンを使う上で、こう役立つような解説動画とかもね、最近は結構力入れて出してるので、もしよかったらね、僕のチャンネル今回で初めて知ったよという方いらっしゃいましたら、今後とも、チャンネル登録してよろしくお願いしますと、思っています。ということで、なんか終わるの名残惜しいんだけどな、なんか、語りたいこといっぱいあるな、本当に皆さんのパーティーとかね、振り返ってたらすごい思い出がいっぱい残った、大会なので、なんかたった10戦だけど、すごく何点だろう。今後こう記憶に残りそうというか、今まで僕これでね10回目の仲間大会だったんですけど、こう1年とか経った後に一番思い出すの今回かもしれないというくらいに、なんかこうたくさんの夢とねインパクトが詰まって驚きにね満ちた大会で本当に楽しかったです。まあ、名残は尽きないんですけどね、また次回の動画でお会いできると信じて今回はねここで終わりたいと思います。ではお相手はインゲンでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。